試しに花子さんも一回。うん。スカスカ。に着替えて体をほぐしときましょう。うん。ここまで来たら萎縮してられない。マジか。海だ。海ね。海よ。着ぎ忘れた。予備あるけど。ひどい。ひどいわね。あの子っぽいところもあるのよ。あ、我々の方が男っぽいのでは。言うな。家に忘れ物があったわよ。これあ、あ、あ、私のだわ。ちょっと待ちなさいって言ってるじゃない。全力ダッシュしてんじゃないわよ。いや、ジョギングくらいだったと思うけど。部分的な重みが違うし、そっちは空気抵抗も控えめだから。少しは大人になってほしいものだわ。胸を見ながら言うな。パイパイ、あ、私の胸がないんですけど。たく、エルフと来たらかなとこにふさわしい心の狭さだからの。の早いね。若い子たちは青春って感じで、せっかく島に来たんだから少しは羽を伸ばさないとね。あら、差別は良くないわよ、ルクス君。私も一人の女の子よ。女の子って。な、タケちゃん、高い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 。お前も大変だろ。ふたげ先生、大人だ。でもおっぱいはちっちゃいですね。こう見えても私お姉さんだし、君たちよりはいろいろと経験も豊富なんだぞ。お姉さん、ひどい。アラジン君、どうしてこう男の人ってタプタプしてる女の子の方が好きなんだろうね。ソータの姉の和江です。アヌシ君のお姉さん、大きいな。緊張するな。こちらこそいつも襲わせていただいてます。あ、まな板を用意します。あ、間違えちゃった、ごめんね。木下さんのお胸があんまりにもまな板に似てたから。リンゴちゃん、ギャシ貧乳じゃないもん。小さく見えるのはデブとおっぱいお化けのせいなんだから。誰がデブよ。誰がおっぱいお化けだ。なんだよこれ。大きくなるもん。いや、自分の弱点としっかり向き合い克服しようとするその態度こそが貴重だよ。憧れちゃうな。それが遺言でいいのかしら。きつくて胸のボタンが。腰回りは大丈夫なのに。あれのサイズは私と同じよ。その制服、ミオンなんかには絶対似合わないと思うけど、シオンちゃんにはよく似合ってると思うぜ。それって、園崎さん、R 入っちゃっていいですよ。というプロフィールは嘘だったの？はっきりしてください。小さいのと大きいのどっちが好きなの？誤解しないでほしいんだけど、俺は小さい胸が嫌いなわけじゃない。すべてのおっぱいは等しく尊いと思っている。